今大注目の HKT48 が、もちがもちもちです。もちがもちお祭り男いませんか。地元福岡を舞台に応援してくれるファンを獲得するため、総勢20名でぶら歩き。いやダメだ、収集ないよ。おいさん、おいさん、結婚したかった。大物芸能人とまさかの遭遇。HKT48 のお出かけ、今回もファン獲得のためにメンバーがお出かけをしてきました。イエーイ。いやー、1回目が大好評につき、本日も後藤さんに来ていただきました。マジで俺そんな審査されてんの。1回目はなかなかのもんでしたからね。ありがとうございます。なんかオンエア見た秋元さんの眼鏡が曇ったと聞いてます。前回と今回違うのが、はいはい、第1回目よりメンバーがドンと増えました今回。実はそうなんや、年下メンバーがすっごく増えたので、ほんでそれでギャッギャ盛り上がるわけや、はい、若い力とか、うん、みなぎるパワーがほんまありますから。ラーメン大盛りにしたら大体麺伸びてくるからね。わあすごい。そんなこと言われたらもうこれから V どんな顔して見ていいのか分かんないじゃないですか。自信持てよ。さあ今回もちゃんとなくてんこの獲得のためもう一回お願いします。ここも使ってまうねんや。さあ今回もファン獲得のためお出かけしちゃいましょう。今回のお出かけセンターは HKT1 滑舌が悪い小玉。総勢20名、中学生メンバーは初参加となるお出かけ。地元福岡でどれだけ多くのファンを獲得できるのか。確かに多いね。すごくないですか。すっごいですよね。ロケしにくいねこれ。スタッフさん多分ね、一発目ファンのやつ使われるから。いやダメだ、収集ないよ。みんな人多いね今日。今回のお出かけ先は上川端商店街。博多で一番古く江戸後期から続くという。2回もここは毎年7月500万人もの観光客を集める博多祇園山笠の舞台となる。祭りの歴史はなんと700年以上。そんな熱いお祭り男たちをファンにすることができれば HKT の名前をより広められること間違いなし。お出かけ資金は お小遣い何円もらえるの。小遣いは5000円です。いやいや、いいよ、まあ、リアクションのことは5000円から5000円は十分ですよ。みんなあともう少し欲しい。じゃあ6000円で返してもらおう。でも人数多いわけですよね。足りなかったらその時半分の半分。最初に立ち寄ったのは商店街の入り口にある焼き餅屋さん。いや仕事で、こんにちは。こんにちは。修学旅行やんか。私たち博多を拠点にアイドルとして活動してるんですけど、名前とか知ってますか。 HKB 惜しいね。お父さん、それで墓場48。墓場なんだよね。 HKB やろ。小野上さん、どうしたかな。博多さん、もう小さい時から来てる。お父さんがね。そうなんだ。あ、そうなの。お父さんが若田部も昔からよく知る串田の焼き餅。秘伝のあんこを餅で包んで焼き上げます。外はパリパリ、中はふっくら。博多でも人気のお餅。あの今からあの特技を誰かメンバーが見せるので、もしそれが面白かったら一つだけください。面白かったら、面白かったら。でも面白かったらですから。村重はまだこの番組で一度も一発ギャグとかしたことがないから一回やってみようか。 HKT の暴走娘村重が渾身の一発ギャグを披露。焼き餅ゲットなるか。いきます。明太子
唐辛子も効いてなかったすごいということは、はい、もちろんくれんのこれで、そうなんです、マジで、あれが面白かったね、はい、お嬢ちゃん、はい、美味しそうだね、すげー長いね、あの子ね、うん、さらにお店のご厚意で20人全員に焼き餅をいただきました。あら、ちなみにこのお店は何年くらい前からもらうやん、そうなんです、一人っぽくれたんです、イタチで3代目や、3代目なんですね、すごい、今日本題であるんですけど、実はあの祇園祭り、祇園山笠っていうのが、はい、のお祭り男をちょっと探しているんですけど、あ、そうやね、ちなみに今日はもうターゲット決まってますから、お祭り男の方、お祭り男って呼んでもいいような熱い方ってたくさんいらっしゃるんですかね、商店街はおるよ、あ、本当ですか、今ポスターに、うん、ポスターとか写真とかあるじゃないですか、やっと分かってみるんだ、ポスター、今お父さん、はいはい、かっこいいですね、かっこいい、ありがとう、お父さんどこ写ってるんですか、真ん中、真ん中、センター、センター、みこしの真ん中、かっこいい、くす玉あっちゃんだよみんな、私たち HKT48 のことを好きになっていただけましたか、はい、ご主人から教えてもらったお祭り男を求め、メンバーはアーケードへと、その時これえロケしてはった、たまたま、たまたま偶然です、どうどうどう、こっちはこっちで渋いメンバーでロケやってますね、宇多津さんとパパイヤさんで、すごい、ばったりばったりですね、ばったりですね、私たち HKT48 って言うんですけど、知ってますか、知ってますよ、じゃあもちろんこの子の名前わかりますよね、わかりますよね、僕は先輩が詳しいから、先輩わかりますよね、可愛い子、間違えない、ぜひこれから私たちの方を応援してください、すごいですよ、すごい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 、焼き餅屋さんのご主人に紹介してもらったのはダレスシャッペ、一体どんなお祭り男が、急に訪ねたのでやりかけの仕事が、ちょっと待ってください、はい、わかりました、この方が一番なんか熱い方らしいです、この町で山笠の取締りを担う岩田雄一郎さん、ぜひとも心をつかみお祭り男をファンにしたいところだが、おいくつですか、40です、40、若いですね、ありがとうございます、グループ名とかってしてらっしゃいますか、 HKT、 おー知ってるやん、はい、やったー、はい、博多祇園山笠さんには何歳ぐらいから関わってるんですか、はい、子供の頃から出ております、おの魅力を教えてほしいです、ね、一つのことに向かってみんなで、取り組むことが、はい、みんなでということは何人ぐらいの人数が毎年参加してるんですかね、うちの町は100人前後、一つの山笠を担ぐのはおよそ100人、荒々しい男たちを一つにまとめ上げるお祭り男の岩田さんにこんな質問、この中で純粋に顔がタイプな子、あ、顔がタイプな子、あ、そんなん聞くの、いや、じゃあなんか聞いちゃいます、結婚したかった、やめてあいかさんのことも知ってもらって HKT48 のことを好きになっていただけましたか、はい、大好きです、ありがとうございました、ありがとうございました、
上川端商店街でお祭り男をファンにする20名のお出かけはまだまだ続く。さあ後藤さん、はい、ここまでで何か気になるところありましたか？いや気になることの盛り合わせですよ。めちゃめちゃありますよ。なんかこう確信をついてないというか、地元のこととかちゃんと聞けばよかったですね。そう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 、その時の写真を見せてもらうとかさ、何を好きなメンバー聞いてるんだって話ですよ。そうやで、絶対携帯の中にその時の格好の写メールとか写真とか絶対入ってるはずやねん。それ見せてくださいって言ったら、あーこうやってやってるんですねとかいう話になるやん。そうですね。別の番組でロケやってる宇梶さんとパパイヤさん、別ロケ隊があるから技術さんも倍になるから、もう照明カーなってイカスリ漁船みたいになってましたよ。まあ名前分かりますかとか言ったらもう困るから。本当に困ってましたね。私なんとかって言うんです、覚えてくださいぐらいの方がええよ。これもうお出かけっていう番組ですけど、ほんまただ出かけてるだけですから。おいさん、おいさん、お祭り男をファンにするべく博多祇園山笠の舞台上川端商店街へお出かけ。あー全財山笠、こんな有名な店なんかな。すごく有名な店。あ、見たことあるわ、ここ中に。そう、川端全財広場には昨年の祭りで使用した12メートルの山笠が飾られている。こんにちは。こんにちは。こんにちは。川端ぜんざいということで、ぜんざいやってらっしゃるんですか？そうです。食べますか？あ、いいんですか？食べてもいいですか？ありがとうございます。じゃあ後ろの子から行こうか、向こうに。川端ぜんざいは辛子明太子、豚骨ラーメンとともに博多三大名物と言われる絶品グルメだ。年代いただいてみましょう。イエイ、いただきます。じゃあハルピーと、はい、そうか、お金がないから全員には行き届けへんねや。そうです、でもみんなで分け合います。そうかそうか。美味しそう。美味しそう。高そう。美味しい。うん、飲める。伸びる。CM みたい。CM みたい。あー飲める。この番組よー餅食うよな。もちばっかり食うてるよね。もちもちです。伝わる。もちがもちもちです。もちがもちうまい。ああ、ええねえね、そういうのでええね、可愛らしいから。いや、隣のお客さんにもちょっとお話聞いてみましょうか。すいません。隣に聞くの。今日はどういう用事でいらっしゃったんですか？どういう用事で？何やろな、この二人。そうなんですよ。お前、今度分けありの二人に聞いたらあかんやろ。いや、私は初めて来ました。あ、初めて来ました。そうなんですね。どうでしたか？川端ぜんざい。美味しいです。同伴やろこれ。同伴出勤やろこれ。失礼なことをお聞きするんですけど。誰に気になる？みんな気になってると思うんですけど。何？お二人ってどんな感じですか？すいません、本当にすいません。気になってます。お店に入った瞬間から気になってたんです。どう見えますか？いや、行っちゃいけないような感じ。そんなやばいことはない。当たり来た時だけお会いしてるような。やっぱり同伴やん。えらい人に話聞いてんな。俺こんな声見た初めてやわ。まだまだ上川端商店街でお祭り男探し。すると面白い。あれ何やったっけ？にわかせんべい。いや、にわかせんべい。よかった。なんかありますか？よかろう。何これ？よかろう。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 なんか博多弁が書いてあります。めちゃくちゃいっぱい種類あるよ。面白い。欲しい。欲しい。ハルピ買って、これ1500円。ちょっともうちょっと詳しく知りたくないですか？これ知りたい、確かに何なのかよくわかんないです。聞いてみましょう。聞きます、聞きます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ようさんで入っていくのこれ。外でちょっと、はい、ちょっと不思議な帽子を発見したんですけども、まあはいはい、これは
何ですかね。刺繍です。ですか。何にでも刺繍してくれるんですか。刺繍です。いや、そらせやろ。何聞いてんねん。あの、実は私たちアイドル活動をしてるんですけど、うん、そのファンの方がよく特攻服みたいなのに名前を入れて書いてくれるんですけど、はい、お父さん、アイドルの特攻服とか作ったことありますか。ありますよ。そうなんだ。やっぱ来んねん、そういうファンの方がね。すごい。これ実際のオーダーだ。すごい。こんなかっこいい。昭和7年創業、松田ネーム刺繍店のご主人、松田清人さん。その刺繍は手書きよりも美しいと大評判。これ、うん、どうしますか。どうしても、これ、こうやって歩きたい。お小遣いもたくさんあるし。本当この博多弁帽子、やった買っちゃうの。買っちゃうの。聞いてね。博多弁キャップを購入したところで、このキャップに刺繍された博多弁を今はあまり使わなくなったという HKT の面々が楽しく学びます。私大分県出身だから分からない言葉がねめちゃくちゃいっぱいあるの。あ、私は、うん、このオーマンっていうやつが、どういう意味なんだろう。オーマン、オーマン、オーマン、お前大概オーマンなやつやね。大概オーマンなやつ。オーマン、なになになに、考え方よ。オーマン、いい加減になってんね。いい加減、いい加減な。オーマンのやついますよ、ここに。いや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 、大雑把ってですね。大雑把、あ、大雑把ね。なるほどね。私、あの、私わからないんですけど、フォーカルシナモン。フォーカルがわからない。フォーカル難しいね。あいつはフォーカットって言ってね。あいつはフォーカット、儲かっとる。あ、いい、近くない。フォーカル、フォーカル、フォーカル、フォーカルじゃない。フォーカル、要するに住んでる帰ってちょっと威張っとうとかね。威張ってる人ですか。博多弁クイズをもう一問。うてやわん、これは一体どんな意味か分かりますか。使い方は、嘘つきはうてやわん。正解は CM の後やわん。この番組はユニバーサルミュージックとご覧のスポンサーの提供でお送りします。博多弁クイズ、嘘つきはうてやわんとはどんな意味。正解は、嘘つきなんて相手にしないでした。なんかいろんな博多弁の帽子があるんですね、はい、なんかどうしてこうやって博多弁の帽子を作ろうと思ったんですか。博多のオリジナルを作りたい、オリジナル。この店に行ったら面白いものがあるよと、はい、ね、遊んでいただいてお気に召したら買っていただきます。なるほど、まあ、お土産とかですね。確かにいろいろ見てるもんね。あの、突然なんですけど、グループ名とかって知ってらっしゃいますか。博多84っていうのは聞いたこと。博多84違うから。だから84だから違う違う。欲しいですね。じゃない。私たち HKT48 って言います。じゃあ最後行きましょうか。私たち HKT48 のこと好きになっていただけましたでしょうか。はい、好きになりました。わー、しっかり言うてもらってありがとうございます。スイート、HKT20 名によるお出かけはここでめでたく終了。後半いかがでしたか。同伴出勤しか覚えてないね。いやいや、あればっかりが入ってきて、もう入った瞬間から絶対変だと思ってて、どういう関係なのか本当に全く分からない。まあ確かに気になる間柄ではありますけどね。けど、どうでした見てロケ、その祭り男の下りはもうどこ行ったんですか。あれ、祭り男を見つけるっていうのが今回のテーマやったんですけど。だって祭り男を見つけるっていうタイトルだったじゃないですか、一発目に行ったおもちゃさんがもうお祭り男だったから。いや、ええやんかよ。だからそれをいっぱい見つけていくロケのはずやん。全然ダメだ、ほんとだ。祭り男のファンが増えてないじゃないの。それお祭り男を探してたはずですよね、よく考えたら。もうダメだこれ。ダメだ、もうほんとだ。もうこれ絶対にワンクールで終わる。いやでも、HKT はダメ出しも必要なんですけど、やっぱ褒めて伸びるタイプなので、無理やりでもいいんで、どっか一つ褒めてください。ワンクールで終わらないためにも、後藤が絞り出した唯一の褒めポイントとは。
ね、いやでも、HKT はダメ出しも必要なんですけど、やっぱ褒めて伸びるタイプなので、無理やりでもいいんで、どっか一つ褒めてください。音声がクリアやったね。技術が今回もやっぱり技術さんが素晴らしいという技術さんありがとうございました。ことですよ。ほんでだからね、はい、そういうところもやっぱ技術さんもやっぱり味方につけていかなかったら、まあお餅なんか食べれへんか、まあ、カメラさん食べてみてくださいよとか、そういうのもやるね。来週はそれを使います。来週はそれにしますね。男ってね、いつになってもね、女性が噛んだこの歯型のついたね食べ物っていうのはね、もうドキッとする。みんな、どうだった？あの直撃で、いきなり行ったのにもかかわらず、いろんなお店の方が温かくもてなしてくださったので、やっぱり福岡の人って温かいんだな。そうだね。みんな帰りましょうか。はい、帰ります。バレンタインだから自分たちでラッピングしないとね。うん、愛情も一緒に包み込むってことね。透明なシートでラッピングすれば可愛いチョコもしっかり見えるでしょ。ゴージャスに見せるならこんなのは可愛い。気持ちを込めて渡したいよね。赤いチョコならハートが伝わる。チョコレートラッペ。この番組はユニバーサルミュージックとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。